上野長野氏、小漬長野氏は、戦国時代まで、上野国西部を支配していたお身の武士である、上州長野氏とも、家門は表義。本生は、有原の氏、伊勢物語の主人公であるとされる、有原の成平が、関東に下校したことが始まりであると伝わるが、元より伝説の息を出ない。ただ、物の氏系の石神星を名乗っていたとも伝わる、ことから、当初は、 石神星だったと見られる。また、在庁官人の出身とも指摘される。長野一族の母大寺、長年寺や後の居城、美濃和城を含むことから、上野国群馬郡長野号、現、群馬県高崎市、浜川町周辺が、本拠地と見られている。なお、同国あずま長野原間に住んで、長野を称したとする、長年寺系図などの伝承もあるが、内容に問題が多く、 また、長野里の名は、戦国、江戸期以降に消えているため、長野原由来説は、長野里が忘れ去られた構成に、こじつけで作られた御伝とされる。長野市の人物が、史料上に見られるのは、長岡毛春の乱の最中の文明9年、1477年5月7日、武蔵原屋原で、山内、大木谷良上杉と、長岡毛春が戦った時の記録で、この時に、 上州一期旗頭として影春方にあった、長野ため金が内死にしている。また、栄翔元七、千五百四年の立川らの戦いで、長野孫六郎冒険が、上杉秋貞方で参加し戦死している。ただし、冒険、ため金は現存する、系譜類に見えず、彼らの血縁関係は不詳である。また、剣の字を、長野氏の通詞である、五王の五期、五毒として、正しくは、 防御、異様とする説もある。戦国時代中期まで、上野国は、関東管領の三内上杉市の両国であり、守護大の長尾市、白井町美か、総社町美かの本拠地も上野に存在したため、長野市は、その上杉市の下で、上野国西部の豪族を取り留めて、美濃は州を結成し、上杉市、長尾市に仕えていた。冒険、ためかねの没後。 長野氏の勢力は一時後退したとみられるが、長野貞成は美濃和城を追記、父の行直によるともするなど、上杉氏と長尾氏が、京徳の乱長京の乱や長尾影春の乱などで衰退すると、対照的に勢力を拡大させた。大英7年、1527年には、長野左衛門の大部方歳が、馬や橋区内大部と共に、創者城にあった。 そうじゃ長尾氏の長尾秋影を攻撃している。この、左衛門の大部片祭と馬やばしくない大部は誰か、諸説あって、はっきりしな。左衛門の大部片祭は、美ノ和上主と見られている。日本上郭体系では、美ノ和上主の長野新行、群馬新百科事典、高下新聞社、2008年の、長野市、飯森康広町では、長野奉行、 三里町市、三里町、1975年では、長野新行、片斎、群馬県市通信編3では、長野宝行、片斎、戦国のコミュニケーション、山田国明町及び、黒田論文は、片斎は、片行のご読とする。馬屋橋区内大部は、馬屋橋城によった長野市一族と見られるが、これも諸説ある、口述。馬橋内大部の一族は、馬橋城。 後、前橋城と、解消を築き、僧者の長尾氏と対抗した。この馬屋橋城主となった長野氏は、前橋風土記に、歴代城主として、初代、小山宗政、長野左衛門の城、二代長野道安、三代道県、四代県、中と記載される。黒田元木の論文、戦国記上野長野氏の動向は、小山宗政、長野左衛門の城を、長野医業とし、 二大県業、聖中、三大県中都市、実際に、馬屋橋を本拠地としたのは、県業の時代とする。大英七年の馬屋橋区内大部はこのうちの誰かと見られる。日本城郭体系は、長野方業、片斎、県中とみなす。三里町市は、長野方業を指す都市、前橋市市は、天文年0年、1541年に見える県中が、該当するといい。 群馬県氏は、宮内大部を片行、片妻の国家とした上で、馬屋橋二代の案のこととする。美濃和城と長野氏は、同県かと指摘する。黒田論文は、宮内大部は県中で、美濃は長野氏を継いだ、片行の実刑でもあるとする。また、馬屋橋東隣の大御里へ、馬屋橋長野氏は進出し、大御氏に代わって、大御を支配した。 大御市を一族化したともいう。ただし、大御の長野氏の名前は不明である。天文十年、1五百四十一年馬山市上主、長野県中は、深谷上杉定方、長宗春、成田親、対、佐野正綱と共に、金山上主、横瀬康史茂を攻めて敗退した。その後、腰山してきた長岡景虎に従う。しかしその子、彦太郎は、 a 六三年、五百六十年に、陣中で中殺され、県中もすぐ没したという。この時、彦太郎の叔父は、王具を領していたが共に殺されたという。黒田論文は、県中が、a 六年間に没したとするのは、彼の代に、馬屋橋長野氏が滅んだとする五人に由来するもので、県中は、天文十年の横瀬氏攻撃の地ほどなく没し、道安、道県、彦太郎。 彦太郎、東九クロは共に彦九クロの後期、御伝とすると継承されたと説く。a 6四年、1561年の関東幕中門には、馬屋橋州として、長野東九クロ七郎が見える。なお、馬屋橋州所属の国人が他より少なすぎるため、上杉謙信の上野信行寺に、馬屋橋長野氏が後北条方につきすぎの攻撃を受けて降伏し、 州が解体されたのでは、とも指摘される。この後、馬屋橋長野市、王後長野市は剣心により馬屋橋城を没収され、没落した。あ、美濃城主となった長野市は、定成の時に州への方面へ、本格的に進出し、彼の次男、成政、行政の時に兄弟となった。成政は、長尾市の家督継承に介入するなど三内上杉氏家中で対等し、 川越野戦で大敗した関東管領上杉県政が北条氏康に敗れて上野国を追われた後も美濃は州を取りまとめて婚姻政策などにより西上野の支配権をなおも維持した。しかし山内上杉氏に忠誠を誓っていたのは後世のイメージであり史実とは異なる。同時代史料によれば川越野戦の後後後北条軍が武蔵国の最前線。 武蔵御武城を落城させると、長野市は安中市などと共に後、北条法へと離反した。これにより、山内上杉氏は動揺し、県政の直属である馬回り衆の裏切りとそれに、起因する県政の平井状態居を招いている。その後、あと北条氏が上野を支配したが、永六三年、千五百六十年に、上杉県信が県政を報じて、 上野に進行すると、美濃は長野氏は、同盟状態であった、宗者長尾氏、白井長尾氏と真っ先に、謙信に内応した。以後は、越後植杉氏の勢力化を維持している。a 禄四年、1561年になりまは死去し、同年には、海の国の武田氏が、西上野進行を行い、西上野において、越後植杉氏と対立する。武田氏は、小氏、安中氏、 五漢氏などの西上の国衆を勢力化において、和上の孤立化を図り、成井正のこの史業は、永六九年、1566年に敗れて自い、美濃は長野氏は滅亡、西上野は武田両国化される。五、直や定成の頃長野氏は高留城にあり、後美濃和城に移ったとも言われる。その高留城は、五、直の築城と伝え、 美濃和城時代はその市場として機能した。サガナの後高留城には、成政の兄の三河守業氏が入った。この子孫を、高竜長野氏という。業氏は、A65 年、1562年5月8日に、武田方へと離藩した王道城。城主は、王都市を攻めた際に戦死した。後を、長男の郷通が継いだ。A69 年、1566年の、 美ノ和城落城の時には、高留城には、郷通ドや弟の大森別当、行方、勝行が籠もっていたが、武田軍に美ノ和城との連携を遮断され、内容によって、美ノ和より先に陥落、城主の郷通ドは、長男と共に、越後国に落ち延び、高留長の一族は離散して没落した。なお行司の子、勝行はこの戦いの中で死去したという。 長野修業の子、亀樹は、落城時に、家臣の藤井忠康、阿穂清勝に伴われ脱出、後出家して、極楽院賃料と名乗り、阿穂清勝の名を妻としてご死があったと伝わる。なお極楽院賃料は、徳川家から院状長を授与されている。また別の長野系図によれば、修業の子には、成田,田という子があり、浜川の全長院を混流したという。 高竜長野市では、交通の次男、行主ゲルが落城後に仏門に入り、玉山玄宝となって、和田山町純寺,寺住職、後井市に従い移住して、彦根町純寺,寺を開いたと伝わる、大雲寺記録。行主の次男、成助は、長野市が健在の頃から、和田山大雲寺にあり、大森別当、曇り楼などという、落城後に住職となり、井市の移動に従って、 彦根大雲寺を開いた。彦根宗康寺の解散、聖誉天王も高竜長野市で、大雲寺寺歴書、天保九年では、曇り老後尚成助の出家前の子だとされる。宗谷寺木では玉山元宝の子とされる。俗名は、成継とも。また、彦根藩井家の記録によると、自席画廊の長野民部は、長野一族だという。家伝では、 成政の子、行親の子が、伝蔵、行見、合馬といい、武田氏の滅亡後、聖母が、いい直政と木だったことから、いい氏に仕えて四千国を得たとされる。新編高崎市通社編には、合親が、長野氏の系図に見えないため、成政の書士か養子ではとする。一方、徳川家が、長野成政の子孫を探したとき、長野氏関係の寺院が連署で、天保9年。 1838年に提出した報告によると、民部は玉山元太からの出家前に設けた、次男、行元のことだとされている。長野氏の歴代系譜は複数伝わるが、信頼性があるとされるのは、長野お行からである。しかしおつ行以降も異動がある上、同時代資料上で確かめられる人物も少なく、正確な系譜は不詳である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。